ああ、疲れた。かなり、まだ顔つきが。動画撮ってどうすんねん、そんなに、って、なってくるけどね。なってきますけどね。動画撮ってそのどうすんねん、みたいな。なってきますけどね。ちょっとね、やっぱ俺グッてやって跳ねるっていうことをやっとできるように、まあ、落ち着いて、なってきたので、安定感。何で伸びんねんと思うけど、 まあ、あとりあえず、やっていき方も見えたし、クッてハッてパッパッて簡単なんですね、まあ。そういう感じですね。すげえ疲れた。明日から1月6日からアメリカ、ワシントン、どうなっていくのかなという感じですね。ちょっと落ち着け落ち着いて、だからどう何があろうともその、トランプ動画で稼いだ人たちもどうなんだみたいな感じになってくると、 やっぱいろいろと、ひっくり返ると思うし、これからね。やっぱ日本の、だから、さっき藤原奈先生の、やっぱ動画でも、やっぱ喋ったけど、やっぱりシステム自体がもう無理と。日本のシステム自体がもう無理だと、なってきて、もういろいろとみんな雇用のこともね、みんなもう無理だと、なってきてるときに、やっぱりそこで、生き方また、いろいろって感じになってきたときに、こう自分もグッと持たなきゃいけないので、まあ、そういう中で、 俺は偉い方ですよ。もう本当に人のことも考えて、今ミュージシャンでやってる人もなかなか食えないっていう現状とかもなってくるじゃないですか。っていうね、ことも踏まえたりして、とにかく俺はもうやっていくこともやっていかない,いかんかんって感じがもう、もういい、もう本当にもう、あの、みそぎっていうのを、やっぱ、みんな生きる、社会に生きる人たちに対する、やっぱ俺の愛のみそぎっていうのを本当にもう動画で、めちゃめちゃ喋ってやったと思うし、この非社会人がね、 もういろいろと、非社会人として今後もやっていくけど、やっていきますよ、今後も。非社会人として。やっていきますけど、やっぱこう、社会に生きる人たちに対する見過ぎっていうのは本当に、やっぱこう、だいぶ済んだなと思うし、新しく、こう、ケシーさんが言うように、新しい今までの過去の自分は、から、新しい自分を生み出して、やっぱやっていこうかなと思う次第ですね。 って感じですね。パッケージした動画もやっぱ撮りたいんですね。やっぱいい感じにでもカメラ使って撮れたよね。今日ね。でき、できてきてるし。そ i k、ね、ヒカキンみたいな専業日じゃないから、動画編集専業でかなり時間かけてもいるし、ヒカキンって。やっぱベース ?YouTube? ベースでやってるから。やっぱそういうとこだよね。しかしまあ、ヒカキン製品がいてくれてればよかったよね。ファンの人とかみんなね。良かったね。ゆりかごだもんね。ゆりかごダンスみたいな。 感じで、もヒカキン正義にゆりかごだね。はっきりゆりかごだね。楽だよね。乗っかれば。だからテレビってもう、ヒカキン正義のおかげなんですね。テレビ。くっそつまんない。くっそつまんないよテレビ。マジで。あの、やばいよね、あれ。えっていう感じなんで。で、ちょっと覚悟を決めて。まあ、世の中99.9%の人はテレビを信じて生きてるから。やっぱテレビイコール世間だからね。メディア世間、新聞世間だから 99.。99.9%をひっくり返るときに、まあ、 ぐちゃぐちゃになるときに、まあどうあるかって YouTube あって、元気さあって、でどうなるかってことですね。今までの日本のシステム全部ひっくり返る。もうむちゃくちゃですよ。だからそういう意味で作り直しっていうね、ぐちゃぐちゃになったときに、まあ、手と手を取り合って、今夢光って感じですね。でやっていくっていう感じで。ですね。覚悟決めて、ここからコメント OK よって感じですね。コメント向けていって、 あのですね。ま、感じで、だいぶ、むちゃくちゃ難しいですよ、だから。俺は人に気を使ってるし、でも世の中の大体の人は99.9%の人は99.9%の生き方をしてるんだから、それは。それが俺が偉いとかわけじゃないですよ。俺が非社会人である意味落語家的なんだよね。落語家でもないし、でも非社会人、もろに非社会人なんだよね。あの、だから、非社会人の、 生き方っていうのをもう、なん、もうしていくって感じで、パッてしていくって感じで。まあみんなと協調して、協力し合ってできるかな。34とか42で死のうとしてた双極性障害の、職的なき、一切ない32歳、無職、ニート坊やだから。まあ勝負、そういうことを踏まえて、やっぱ、コンジャンクション踏まえてもいい、もう喋って、もう本当喋ったんだよ。 あの、もう何でも喋ってるんですよ。個人 YouTube 社会と、社会個人っていうの、人たちが、バッティングする、パンってバッティングするっていうことを、社会っていうのを非常に、あの、思ってるし、それで、俺はもうはっきり言って、俺は普通に流されてた作業職員だったんだよ、俺ってね。作業職員の人間なんで俺って。作業職員の人間が、やっぱその先見つけられるっていう世の中、っていうか、 そういう上がってきたらもう喋るのやめ,やめるけどね。まあそういう、俺は目描くけどね。もう自分の芸能っていうの文化っていうのを続けていけるかみんなと文化って感じでやっていけたらいいかなって感じがしますね。抱負今年の抱負抱負今年の抱負抱負ですね。まあ、楽しく楽しく生活していきたいと思ってます。まあ、そんな感じですね。はあ、やっていけたらいいなと思ってます。 Bim bim. Bim bim.